TBS テレビニュース2を聞いていただきます。2021年の総裁選の時には高市早苗議員の推薦をされていらっしゃいました。今回、高市の支援ではなくご自身が立候補された理由を教えてください。はい、ご質問ありがとうございます。これは先ほどの冒頭の私のメッセージで発した通り、私は世界をリードする日本を作りたい、政治家としてのその強い思いがあります。日本が置かれている環境は先ほど申し上げたつもりです。その中で、一刻の猶予もないというふうに判断をしまして、私自身、政治家として自ら思い描く国のビジョンを実現したいという思いで、今回は出馬を決断したということです。小林孝之氏、保守だと言いながら、評判が爆下がりに、コバホークお前もか、同席24人、福田達夫などの顔ぶれとは、東京望月記者が突っ込む。こんにちは、龍之介です。本日も龍之介チャンネルをご覧いただきまして、誠にありがとうございます。冒頭、小林孝之氏、自民党総裁選に出馬表明。2024年8月19日、この中から、なぜ今回高市早苗支持に回らなかったのかという箇所のみご覧いただきましたが、小林氏は自民党が生まれ変われることを証明したいと力強く言い放ち、そして自身は保守だとしながら、様々なことが明るみに出て、ネットでは評判が爆下がりに、コバホークお前もか、とまで言われています。高市早苗さんを前回支持したのになぜ今回は支持せずに、出馬となったのかといった問いに対しての答えですが、世界をリードする日本を作りたい、一刻の猶予もない、また自身の政治家としてのビジョンを実現したい、つまりは自身の野望のみで、結局は自民党がどうだとかではなく、野望がもろに出ていたように思います。もしも総理候補として名を挙げるならば、そして自民党を再生させるならばですよ。自身のことを保守だとしているわけですから、今回は高市早苗氏を支持し、高市内閣で外務大臣や官房長官を歴任してからでも遅くないはずです。まあ私の率直な感想ですが、さらに保守受けをしようとしているのか、保守的な信条、憲法への自衛隊明記にこだわり、経済安保議論を牽引、自民党総裁選に最初に名乗り上げた小林孝之前、経済安全保障担当相は自民が、野党時代の平成22年、日本の国力を高めたいと候補者公務に応じた元財務官僚。名前の小林と高、英語でホークから小葉高や小葉ホークと呼ばれる。保守的な政治信条を持つ。安倍晋三元首相が死去する直前、地元千葉県八千代市で行った講演会で前座を務めた。安倍氏の誘いで会食の約束をしたが、叶わなかった。安倍氏の宿願だった憲法改正に意欲を示し、自衛隊明記にこだわる。いかがですか？憲法改正に意欲を示し、自衛隊明記にこだわる。これはいいことだと思います。しかしですよ、推薦人リストには親中派の議員が多数含まれていることが判明し、保守派からの支持が急激に低下、爆下がりです。会見出席者、推薦人はテロップの通りですが、なぜ福田達夫などの親中派が推すのでしょうか。非常に違和感を覚えます。さらに小林議員が再生可能エネルギー推進の議員連盟、再エネ議連の幹部を務めていることも明らかになり、保守層からコバホークお前もかとの声が上がっています。前回の総裁選では高市早苗議員の推薦人になっていたことから、一部の保守派からは高市議員を支持すべきだったとの声も出ている。さらに結局、甘利明氏や美中派の福田達夫に担がれ、前回担いだ高市早苗氏を裏切ってまで出馬するのか。これで高市氏が勝てなければ、次回以降お前の目もない。先日は再エネ批判していたのに、実際には再エネ議連の副幹事長、さすが福田達夫氏が推薦するだけのことはある。信用できないね。高市さんを応援すればいいのに。福田達夫と無関係になるまで信用しない。などなど評判が爆下がりに。そして今回の会見、3回見直しましたが、やはり薄っぺら、まあ会見での短時間で詰め込むわけですから、そうなることも仕方ないのですが、それにしても言ってることは保守っぽいのですが、ストンと落ちてこない。さらに言えば、選択的夫婦別姓についてははぐらかしています。いや、つまり私はですよ。これだけコバホークと騒がれても、偽物なのかな、かなとしておきましょうか。いや、違いますね。どっちやねんということですが、ズバリ、甘利明氏や美中派の福田達夫に担がれたこと、はじめにもお伝えしましたが、高市早苗さんを前回は支持したのに、なぜ今回は支持せずに出馬となったのかといった問いに対しての答えですが、世界をリードする日本を作りたい、一刻の猶予もない、また自身の政治家としてのビジョンを実現したい、つまりは自身の野望のみで、結局は自民党がどうだとかではなく、野望がもろに出ていたように思います。そして財務省出身。やはりこれが引っかかります。以上のことから偽物と断言します。これはあくまでも私の個人的な意見です。では、東京新聞の望月磯子記者の質問と小林氏の回答をご覧ください。アークダイムズ望月と申します。先ほどから聞いている限りですね、やはり自民党の裏金問題に対する、厳しい姿勢というのがやはりちょっと弱いのではないかなと思います。そもそも岸田首相自ら処分をしていない、そして、元二階派ということですけど、二階さん自身も処分をしなかった、このことについてどう思うか、また森喜朗さんの時からこういったことがキックバックを行っている、森さん自身への聴取、きちんと聞くということ自体、国会の場でですね、必要だと思うか、お答えいただけますか。本件については、森元総理のことは、私、ちょっとよく全体の関係、存じ上げないので、ちょっとコメントを控えますけれども、岸田総理自身が処分していないという、今、ご質問ございました。私自身の政治家としての受け止めは、今回、総裁選への不出馬というこの決断をもって、一定の政治的なこの責任というものを、岸田総理なりに果たされたんだろうというふうに受け止めています。でもう一つは、二階代議士の話ですけれども、確か4月だったと思いますけれども、次期衆議院選挙に出馬をしない、その決断をもって、それはそれで一つの政治家としての責任の取り方なのではないかというふうに受け止めています。いかがですか。望月氏は会見の終盤に、先ほどから聞いている限り自民党の裏金問題に対する厳しい姿勢がちょっと弱いのではないかとした上で、岸田首相は自らを処分していない。小林氏は二階派、市水会だが、同派を率いた二階氏も処分しなかったと、小林氏に指摘した。小林はこの問いに、総裁選に不出馬との決断をもって、政治的な責任を果たされたと受け止めていると述べ、二階俊博元幹事長に関しても、次期衆院選に出馬しない決断をもって、一つの政治家としての責任の取り方ではないか、と述べています。いかがですか。岸田さんが総裁選に出ないことで責任を果たした。また、小林氏のボスの二階さん、次期衆院選に出馬しない決断をもって責任を取った。これで責任を取ったと言えるのでしょうか。最後に小林氏は記者会見で、自民党は生まれ変われることを証明したいと述べ、岸田総理大臣の後任を選ぶ自民党総裁選挙に立候補することを表明。私が派閥に関係なく今、この場にこうして立っている事実こそが、自民党が本気で変わろうとする象徴になると述べていますが、確かに派閥解消となり、麻生派は残っていますが、そして岸田さんが不出馬ということもあり、多くの方が次期総理総裁に手を挙げた。これはいいことでしょう。しかし小林さん、あなたが多くの親中派に推薦され、また選択的夫婦別姓についても反対だと断言できない小林が保守を名乗るのはどうかと思います。そして何度も言いますが、自身を保守だと言い、本気で自民党を再生させよう。自民党は生まれ変われることを証明したいというのであれば、前回高市早苗さんを支持したように、今回も高市氏を全面的に支持することが、自民から離れていく、またもう離れていっている保守層をつなぎ止めることにつながるのではないかと強く強く思いますが、さて、今回の動画ご視聴いただきました皆様はいかが思われましたでしょうか。ぜひご意見、コメントをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録がお済みでない方はぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次回。